チェジュオルレ10コースの主要地点を紹介いたします。まずスポット1、ファスン・クムモレ海水浴場。ファスン・クムモレ海水浴場は、広々とした海と白い砂浜が際立つところです。日当たりの良い,い日には、砂が金色に輝いているのが見えます。その風景のおかげで、クムモレ・金色の砂と名付けられたかと思うくらい光っています。 白い浜の長さ2 5 0ル、幅8 0ルのこじんまりした海水浴場の前景が一目に見渡せますファスン・クムモレ海水浴場は海岸線に沿って長い形になっていますがそこから韓国最南端の島カパドドとマラドが見えます。そして釣りの穴場として有名なヒョンジェイソムや近くの奇妙な形をした珍しい岩でできた。 三番山と四森海岸も見えます。チェジュの海水浴場では、春良山から流れてきた海が海岸で湧き出るところが何箇所かあります。ファスン・クムモレ海水浴場でも、黒い色をした細かい砂と湧き水があり、水遊びを楽しむことができます。しかし、海岸が南側にあるので、波が少し強いということも覚えておいてください。 キャンプ場、駐車場、シャワー室など便宜施設も整えられています。近くで散歩に絶好の場所としては、チェジュ彫刻公園、クリノキやクヌギ、シナノキ、タブノキ、白シ,シなどの団体林がびっしりと並ぶ、天然記念物とされている安徳渓谷とハメル記念碑など見どころがたくさんあります。次はスポット2。 四森海岸と孫悪山、四森海岸はチェジュでは大変珍しい砂と岩の砂岩層でできた奇岩絶壁が並んでいるところです数千万年の間積み重なった砂岩層の岩壁が波に削られ奇妙な形になっています四森は三番山の裾から海岸に伸びて奇岩絶壁になっている姿がまるで 竜の頭の頭よううだということいこで名付けられました四森海岸は四森と葉四森の入り口から海に向かって階段を下りたらすぐ見ることができます数千万年の間に荒波にぶつかって砂岩層として作り上げられた断層街「四ルレ、カルソンドリ」「チャンゴムドク」「ソンドル」などさまざまな名前で呼ばれています大きな波と青い海が 海岸絶壁に沿って続くこの景色はめったに見られない光景なのでより感動を覚えます波にぶつかって穴ができたところや岩壁にできた波の痕跡を見ると自然の雄大さを感じられると思います10コースで四森海岸とともに有名な孫涌山は他のオルムと違っていくつもの大小の山が集まっています ハルラ山とは比べられるほど大きくはありませんが、孫悪山の頂上から見る景観は、勝るとも劣らないと言えるでしょう。なので、国内外の観光客で連日混み合っています。孫悪山から眺める風景は、マラドとカッパド、ヒョンジェイソンが目の前に浮かんでいて、海が果てしなく広がるパノラマのように見えます。北側は遠くに見えるハルラ山、反対側には、 モスルポ市内を一望できますソンアク涌山に登って感じる海の涼しい感触も魅力的ですソンアクサンはチョルウリという別名のように波とと海風が強いところですオルムは南東斜面の火山採摂物と溶岩でできた海岸絶壁が広がっていますがその絶壁に波が打ち砕かれて鳴いているようだという意味でチョルウリ と名付けられましたチョルは波のことを指すチェジュ語ですがチェジュの人々は波がが寄せることとをチョルが泣くと表現ししていました海岸絶壁には日本の植民地時代に彫られた日本人地洞窟がまだ残っていて韓国の悲しい歴史を考えさせられるところです。